なるビく。なるびくは、ノルウェーのヌールラン県の町で、北極圏内に位置する。人口18,301人。2007年現在、面積2029平方キロ。北西でベネス。北は、バルドとグラタンゲ南西で、バランゲン。南と、東は、スウェーデンのノーレボッテン県と接している。なるビくは、周辺の正面。 ベルクビク、ベースフィヨルド、ハクビクの自治も行っている。東部には山々がそびえ立ち、スウェーデンと国境を接している。一番高いストルステーム、フィエレットは標高1894メートルである。樹木限界線より高い場所では湖や谷も見られる。市自体はオーォートフィヨルドの最深部近くに位置し、 周辺には標高1500メートル以上の山がそびえ立っている。ここではフロスティ線氷河を見ることができる。山の頂上には夏でも雪が残っており、低い場所500メートル以下には森が広がっている。なるびくにはアルペンスキー用のゲレンデがあり、中には滑り終わると市の中心部近くにまで達するものもある。なるびくは 北極圏より 220km 内に位置しており、世界でもかなり北にある都市の一つである。しかし、なるべくは北、大西洋海流の恩恵を受けて、想像されているよりも、はるかに温暖な気候でる。さらに、街を囲む山は、沿岸地域からの吹きつける強風を遮っている。年間平均気温は、摂氏3.7度で、1月の平均気温は、低摂氏4.4度。 7月の平均気温は摂取13.4度である。低地において植物が成長することができる期間が年間のうち約155日間あるため、ガーデニングを行っている住民に対し、西洋トネリコやサイカモアカエデなどの輸入が許可されいる。第二次世界大戦初期、ナルビク港は北欧侵攻においてドイツ軍の戦略的に重要な拠点であった。 1939年、ドイツの軍需産業は、スウェーデンのキルナとマルムバージェット、マルムベールゴットで産出される、鉄鉱石に依存していた。夏季には、ボスニア海に面するスウェーデンのルレオ港から、本国までの海上輸送が可能であったが、冬季には、ボスニア海が凍ってしまうため、不登港のナルビクを経由して輸送する必要があった。 ナルビクの街はスウェーデンと鉄道によって結ばれていたが、ノルウェーの他の街とは結ばれていなかった。結果的にナルビクは陸路でノルウェー南部に到達することが困難であった、スウェーデンの鉱石地へのゲートウェイとなった。司令官のウィンストン・チャーチルはナルビクを支配することで1940年の冬季のドイツへの鉄鉱石の輸送の大部分が途絶えることを理解していた。 なるびくを支配することは連合国のメリットとなり、対戦の早期に終結を手助けする可能性があった。同様に、ドイツの潜水艦や軍艦がここを支配すれば、連合軍のソ連及びフィンランドへの補給船にとって脅威となった。チャーチルは、なるびく近郊のノルウェーの領海に機雷を設置し、連合国によって占領された他の都市に地雷を設置することを提唱した。 連合軍は、スウェーデンの鉱山の安全確保と、当時ソビエトとの間で、冬戦争が勃発していたフィンランドへ、援軍や物資を輸送する基地として、ナルビクを占領することを望んだ。機雷の設置及びナルビクの占領の計画は、ノルウェーの中立や、統治機構に対する違反行為となるため、英国政府内で議論された。1940年、イギリスは、 なるびく周辺のノルウェー領海にドイツの輸送船を攻撃するための機雷を設置し、ウィリフレット作戦を開始した。時を同じくして、この翌日にドイツはノルウェーの侵攻を開始したベーゼル作戦。各艦に200人の山岳不評隊を乗せたドイツの駆逐艦10隻がなるびくに送り込まれた。旧式のノルウェーの解剖船艦2隻が侵攻を阻止しようと応戦したが、 ドイツ軍によって短時間で撃沈された。イギリス海軍は直ちに戦艦を含む複数の艦隊をナルビクに派遣した。こうして勃発したナルビクの戦いにおいて、イギリス軍はドイツ軍の不評体を乗せた駆逐艦や戦隊を破壊し、海岸線を支配した。ドイツの戦艦シャルンホルストとグナイゼナウはナルビク沖でイギリス軍の撤退時に空母グローリアスを撃沈した。 1940年5月28日、ノルウェー、フランス、ポーランド、及びイギリスの連合軍がナルビクを奪還した。これが第二次世界大戦における連合軍の不評部隊の最初の勝利であったと考えられている。しかし、この時までに連合軍はナチスドイツのフランス侵攻で敗戦し、ダンケルク脱出、ダイナモ作戦が進行中であった。スカンジナビアは、 ドイツ軍のフランス侵攻とは無縁であり、ナルビクに展開していた貴重な軍隊が他のエリアで必要となったため、連合軍は1940年6月8日に、ナルビクから撤退したアルファット作戦。連合国の支援がなくなったことで、ノルウェー軍はドイツ軍に数で凌駕され、1940年6月10日に降伏したが、ノルウェーは内陸で、 ゲディラ戦を継続したため完全降伏ではなかった。ドイツ海軍にとって、ナルビクのフィヨルドを占領することも重要であった。小型戦艦ドイッチュラントや戦艦、ティルピッツなどをイギリス空軍によるスコットランドからの空爆の範囲外であるイヨルド内に退避させることを可能にした。ナルビク港は U ボートの基地としても利用可能であった。 11月中旬から4月初旬まで平均温度は氷点下になる。冬に雪解けが発生するが標高の高い場所ではほとんど起こらない。5月前半から10月中旬までの平均気温は摂氏5度より少し高い程度である。夏は6月初旬から9月1日まで続き、日中の気温は摂氏10度から摂氏26度。 通常は、摂氏12度から摂氏20度の範囲内である。最高気温と最低気温はそれぞれ摂氏31度と低、摂氏20度である。降水量は10月が最も多く 110mm、逆に最も少ない季節は5月で 40mm、ある。年間を通じての平均降水量 830mm で、ある。なるべくの日照時間は季節により大きく異なる。 11月下旬から1月中旬の間は太陽が地平線よりも低い位置にあるため正午頃の数時間だけ青い光が差すだけである。しかし実際には周囲を山に囲まれているため11月前半から1月末まで蒸気のような状態が続く。逆に3月から4月にかけては日差しが厳しくなる。長い日照時間と積雪により低地では 雪解けが起こるが、山間部では、数ヶ月の間は残っている。5月後半から7月中旬までの間は、真夜中でも太陽が地平線よりも高い位置にあるため、5月中旬から7月末までの間は一日中、日が差している。また、4月末から8月中旬までの間は、夜でも日が差すので星を見ることができない。なるびくはこの地域における商業の中心地であると、同時に、 交通の要衝でもあり、鉄道輸送や海運が活発に行われている。北、ノルウェーからの荷物は、なるべく経由で送られる。また、東アジアから北東アメリカ行きの船舶の中継地として利用することも計画されている。これは、中央ヨーロッパの鉄道輸送が過密であることと距離が短く済むためで、第1便が2006年に出航予定である。なるびく大学には、 およそ1200人の学生がいる。また、いくつかのハイテク企業もある。ナルビクは1887年にキルナ鉱山の積出し港として設立され、1898年には、町の名前がビクトリア派分から、現在のナルビクに変更された。オーフォーと鉄道は、ノルウェーとスウェーデンを隔てる山を通り、キルナ、スウェーデンとナルビクを結ぶ鉄道である。 ナルビクとボーデの間には、鉄道が通っていないため、ナルビクから国外に出ずに、鉄道で、他都市に移動することはできない。ナルビクには二つの空港がある。ナルビク空港、フラムネスは、市街地近くにあり、小型機専用である。ハルスター、ナルビク空港、エベネスは、ナルビクから8 0トルの距離にある。市内中心のバスターミナルより、 フライト時刻に合わせてバスが発着している。ナルビクはアルペンスキーの名所としてよく知られている。また、ファーガネス、フィエレットへのケーブルカーがあり、徒歩でさらに高くに登ることもできる。この地域では山へのハイキングがポピュラーであり、フィヨルド、湖や河川での釣りもポピュラーである。そして、スウェーデンとの国境近くの山間部には宿泊施設がある。 港周辺やフィヨルド内には第二次世界大戦中に沈没した船舶が多数残っており、それらはダイビングスポットになっている。正面、ベースフィヨルドとベルクビクの河川は鮭の産卵場所取っている。また、正面には景観の良いゴルフ場がある。この地域の一般住宅は明るい色彩で塗装されていることが多い。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。 クリックしてください。